のの新型コロナ感染者の情報です。県はきょう午前10時までに新型コロナウイルスの検査を326件実施し白山市に住む60代女性の感染が確認されたと発表しました症状は軽症となっていて感染経路は分かっていません